ホルツァ愛媛 FC。 愛媛 FC とサポーターを力いっぱい応援しているホルツァ愛媛 FC。 こんばんは、関一里です。さあ、この番組では先週から2009シーズンの新加入選手のインタビューをお送りしています。先週は愛媛に戻ってきた大山俊介選手でした。今週は佐賀鳥栖からの期限付き移籍、背番号2番芝小屋雄一選手です。芝小屋選手は宮城県出身の25歳、習志野高校から2002年に大分トリニータに入団、2004年には一度水戸ホーリーホックでプレー、2005年シーズンに大分トリニータに戻り、2007年途中に佐賀鳥栖へ移籍、昨年も鳥栖で26試合に出場、1ゴールを挙げています。芝小屋選手は身長187センチの長身、高さのあるセンターバックとして得点も期待できます。また対人プレーにも強く、望月監督もセンターバックとしてスタートから期待している選手です。それでは CM の後、早速芝小屋選手へのインタビューをお送りします。オルツァ愛媛 FC。 この番組は奥島観光バス光の提供でお送りします。オルツァ愛媛 FC。 背番号2番ディフェンダーの芝小屋雄一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、愛媛に来て何日か経ったと思うんですが、どうですか、愛媛はだいぶ慣れました？まあまあ慣れました。まあまあ慣れました。はい、もちろんね、愛媛に住むのは初めだと思うんですが、愛媛の印象はいかがですか？今までいたチームより町とかも結構大きいんで、はい、うん、まだ遊びに行ったりはしてないですけど、はい、そういう面ではいいかなとは思います。小林選手は、結婚されてますよね。はい、はい、じゃあもう奥さんと一緒に、はい、奥さんは何、愛媛は？まあ結構都会だねっていう風に言ってます。はい、芝小屋選手はこれまで大分、水戸、そして鳥栖と、でこれ4都市目になるんですね。はい、まあ、確かにその中では多いですね。そうですね、の町としてはね、はい、僕は出身が茨城なので、はい、ずっと水戸の近くにいたので。水戸田舎ですもんね。鳥栖より田舎です か、 どうですか。いや、鳥栖はやばいです。鳥栖の方がやばい。けどまあ福岡とか近いんでまだいいんですけど、鳥栖、はい、自体は本当田舎でしたね。水戸も何もないでしょ。水戸もまあ東京ちょっと近かったから。ああ、そっか。たまに行ってましたけど、はい、まあ、あんまり出てなかったですね、外に。さて、芝小屋選手のこの愛媛 FC への入団の経緯をね、ちょっと教えてほしいんですが、来シーズンどうするかっていう話になった時に、はい、愛媛さんの方からそのオファー来てくれっていうことを言ってもらえたんで、もう結構すぐっていうかやりたいですっていう感じで、はい、まあ、もちろん鳥栖でも去年も26試合に出てますけども、はい、愛媛に決めたっていうのはその何だろうか、愛媛なんかちょっと魅力を感じたところがあると思うんですが、すごい愛媛いいサッカーしてるっていうのは分かってたので、うん、まあ、鳥栖とも似てる部分もありますし、はい、4-4-2 で、まあ、やりやすいかなっていうふうには思ってました、はい。まあ、その鳥栖の時なんですけど、鳥栖の時はどこをやってたんですか？センターバック。はい、はい、で鳥栖はどういう、芝川選手はどういうプレーを求めてたんですか？は基本的にはその自分のプレースタイルである、そういう前に潰すところとか、ヘディングで負けないところとか、そういう跳ね返すところをまあ要求されてたと思うんですけど、まあチームとしてあのチームはやっぱり前からプレスかけてで取ってつなぐっていう、まあ愛媛も本当に似てるところあると思うんで、そういうのをやっていきたいと思います。実際去年愛媛とやった時のこう受けた印象、まあ、もちろん入る時にこう自分がそこに入ってやるのをイメージすると思うんですけど、そのイメージは本当前のチームと似てるんで、うん、やりやすいとは思ってます。はい、まあ、でもこう一番違うところでいくと、鳥栖はこう監督がすごい気合が前面に出るタイプで、愛媛はこう内に秘めたような感じだと、そこが僕が一番違うところかなと思うんですが、難しい監督の印象はいかがでした、始まった時。そうですね、まあ中でやるのは選手なんで、まあ、監督はいろんなタイプがいると思うんで別に気にはならないし、まあ、望月さんもしっかりそういう指導のサッカー感というか、そういう細かいところまですごい行ってくれるんで、そういう意味ではすごい自分のためになるかなっては思います。もちろんその今年のサッカーについてはね、話もいろいろされてると思うんですが、なんかその中でこう印象的だったところ。まあまだ走りが中心なんで、あんまりそういう戦術的なこととかは
詳しくは聞いてないんですけど、はい、まあ、大きくそのイースピリットっていう、はい、まあ、チームが一つになって切り替え早くしてしっかりつないで攻めていくっていうことは聞きました。うん、あの田森選手は初め持出監督の印象がうわやべすげえ怖そうって思ったらしいんですけど、そうですね、見た目はちょっと怖いかなっていう感じはありますけど、はい、すごい気さくな感じなんで、はい、あんま第一印象とか気にしないんで、あそこはね、はい、チームの選手とはどうですか今のところ、こうコミュニケートの部分では。結構うっちゃんとか知ってたんで、あかなさんとかだから、まあ溶け込みやすいかったですね。トリニータ時代に一緒だったんですね、はい、どうですか内村選手とか、その当時、まあ、久しぶりに会ったわけですけども、まあけどちょこちょこ会ったり遊んだり、あそうなんですか、そういうこともあったんで、あじゃあ結構仲は、はい、まあそうですね。金森選手はかなさんもたまに会ったりとかしてたんですけど、はい、まあ変わらない感じで、あそうなんですか、はい、なんかやたらたくましくなったとか、まあなってると思います。あそこはなってると思いますがなんか言われました、初めこう愛媛に決まった時に。いや特に別に何も、あそうなんですか、はい、ないです。なんかこう歓迎するよとかさ、なんかこうそういうのはあんまないんですね。そうですね結構クールなんですね、はい、そういうところはね、はい、はい。さてまあ、去年1年その鳥栖でやって、去年の自分を振り返っていかがですか。まあその1年間通して自分の中で高いパフォーマンスを出すっていうことが、まあ、できない時期もあったりして、うん、そういうところで不完全燃焼っていうかやりきれなかった部分もすごいあったんで、うん、それはもう今年はそういうところにこだわって、はい、1年通してやり続けるっていうことを意識してやりたいと思います。どんなこう具体的にここはいかんかったなっていう部分っていうのは。怪我とかもあったんで、はい、どこですか。肩とか脱臼一昨年したんですけど、はいはい、まあ、ちょこちょこ軽い癖みたいになっちゃってて、うん、でそういうのでいろいろあったんで、はい、まあ、今年は怪我しないそういう意識で常にやっていきたいと思います、はい。この一度ね水戸で39試合出て、でその、まあ、大分でも試合出てましたけど、ちょっと一旦また出られない時期があって、でもう一回そこから戻ってきてるわけじゃないですか、はい、この一度落ちたところから這い上がれたというか、そこら辺はこうなんか自分の中でプレーでもいいですし気持ちでもいいですし、何か変わった部分はこれあったんですか。うん、まあ基本的にいつも考えてることは、はい、まあ、試合に出られない時でも、うん、やり続けるっていうか腐らないでやってればチャンスは来ると思ってやってるんで、はい、うん、今年もまあ、うん、そういうつもりでやるつもりです。その高い気持ちをねモチベーションを維持するのって僕一番難しいと思うんですけども、まあけどそれはプロとしてまあ当然のことだと思うんで、うんうん、逆にできない方がちょっとどうかなと。ああなるほどね、はいはい、そうそう、やっぱこう気持ちの強い人だからこう残れてるのかなとも思うし、まだまだ僕もそうですか、これからだよ。結婚して変わったとか。いやそういうのはなかったそういうのはないです、はい、あなるほどなるほど、はい。リクエスト曲を1曲お送りしたいんですけども、はい、なんか好きな曲好きなアーティストって言いますか。ゆずの栄光の架け橋出たゆず結構みんな言いますこれ。あの僕サッカーに限らずいろんなスポーツ選手にインタビューするんですけど、はい、やっぱユースの栄光の架け橋はこれ人気なんですよね。マジですか。じゃあやめよう。いやいやいいですよ、それでいいじゃないですか。じゃあユースの栄光の架け橋で、はい、いきましょう。これねいいですよね。どんなとこ好きですか。歌詞ですか。いや俺結構前に出たんですよね。はいはい、北京の前だからアテネの時ですもんね。結構前ですよね。知らなくて、はい、で友人の結婚式で聞いたんですけど泣きました。なんでこんないい曲あったのに。別にその結婚のあれ幸せだってよかったじゃなくて、はい、曲がよくて そいつも結構その選手なんですけど、はい、で怪我とか多くて、その栄光の駆け足の曲と、まあ、そいつのあれと自分の中でも全部がこう合わさって泣いちゃいましたね、はい、ああなるほどねそっから、そっからもう試合前はいつも聴いてます。